こんにちは、タクです。今回は焼肉きんぐの韓国フェアにお伺いした時の動画になります。こちらのフェアはもう11月くらいで終了してしまって、今は北海道フェアが開催されているんですけど、まあ復習というか、これ私も食べたなーみたいな思い出のような感じで見てもらえればと思いますし、今回行けなかった人たちは来年の軽い予習だったり、まあ、こんなのがあったんだみたいな感じで見てもらえれば嬉しいです。はい。で、韓国フェアは1年で多分最も人気のフェアで、キングコースとプレミアムコースで食べ放題の対象になっており、今回は一番人気のキングコースを注文しました。料理は卓上のタブレットから注文するスタイルで、韓国フェアのメニューはこんな感じになります。とりあえず今回は韓国フェアメインということもあって、前半はそちらのメニューだけを集中フォーカスして頼んでいきました。全部じゃないですけど、とりあえず並べるとこんな感じになります。ではいただきます。まずはこちら、目玉メニュー的存在のチーズかけ放題石焼きチーズヤンニョムチキンで、Twitter とかでも話題だった気がする、ストップというまでチーズがかけられ続けるメニューです。僕はとりあえず4回かけてもらったところでストップしてもらって、まあ、こんな感じになりました。あとは器がめっちゃ熱いので、勝手にチーズが溶けてくれて、混ぜ混ぜしてからいただいていくんですけど、もうとにかくチーズの伸びがすごいですね。溶けた時はもうちょっとかけてもらえばよかったと思いましたけど、それでもチーズがいい具合に伸びてくれました。とりあえず一番これが楽しみだったので、ウッキウキで食べていきましたが、まあ、とにかくめっちゃ熱かったです。ほんと、確かこれでしたとか、口の中を軽く火傷した気がしますが、まあそんな思い出があっても、やっぱり今回のフェア品では一番好きでしたね。ヤンニョムチキンの甘辛いタレとたっぷりチーズの組み合わせがめっちゃ美味しかったです。ただ僕はあんまり辛いもの得意じゃないので、来年行くことがあったらもうちょいチーズをかけてもらおうと思いました。今やっている北海道フェアでは、紅ズワイたっぷり石焼きカニ飯ってのがあるので、行かれる方で猫舌の方は気をつけて食べてください。続いてとろーりチーズコーンバターと旨辛クリーミーロゼトッポギ。これらは網でじっくり焼いてからいただきます。僕は韓国メニューっていうのが正直よくわからないんですけど、なんかチーズたっぷりならとりあえず韓国って感じなんですかね。コーンバターがラインナップにあったのはよくわからなかったです。まあでも美味しかったです。トッポギはなんか名前有名ですよね。でも多分食べたのは初めてか2回目くらいな記憶です。なんかお餅とマカロニのハーフみたいな存在だなと思いながら食べ進めていました。ちなみに皆さんは韓国料理ってよく食べたりしますか？僕ね、韓国料理自体は気にはなっているんですけど、結局全然食べられていないのが現状で、インスタとか見てると、トンマッコルとか、サムギョプサルとかチュクミとか、なんか新大久保中心にいろんなお店あるし、どんどんできてるんですけど、なんか大体2人からみたいなお店が多いイメージで行けてないんですよね。なんであんなに2人からのお店が多いんですかね。はい。そして辛ラーメンブラックという、一見そこらのスーパーでも売っている辛ラーメンっぽいやつ。世界一に選ばれたっていう肩書きがついてて、何かなと思ったら、2020年にアメリカの製品レビューサイトで、辛ラーメンブラックが最高のインスタント麺として1位に選ばれたからなんだそうです。で、このメニューは、その辛ラーメンブラックを焼肉キング風にアレンジしたんだとか。中にはネギとかウインナーとかが入っていて、もともと辛ラーメンが好きな自分としては、久しぶりに食べられて嬉しいみたいな感じだったんですけど、まあ暑いし辛いしお腹に溜まるしで、まあ少なくともこのフェアで優先的に食べるものではないかなって感じでしたね。辛ラーメンくらいの辛さでもなかなか食べ進められないくらいの舌なので、まあ今回は合間にハニーバターポテトを挟んで食べ進めていきました。で、やっぱり焼肉キングって名前なんで、もちろん焼肉メニューもあるわけで、韓国フェアからは厚切りデジカルビっていうものがラインナップしてました。ヤンニョムチキンとは違った甘辛のタレとネギがかかったお肉で、まあちょっと辛みのあるカルビって感じですかね。ちなみにこの韓国メニュー、今は食べ放題で食べてますけど、単品メニューとしても置いてあって、このカルビとか単品だと500円くらいするらしいんですよね。そしてここでビニール手袋をはめておにぎりを握っていく。韓国風ツナマヨおにぎり、シモッパっていうメニューで、見た感じ日本で食べてきたツナマヨっていう姿はかけらも見られず、むしろビビンバに近いんじゃないかなって思いましたが、食べてみてもやっぱりツナマヨ感っていうのはわからなかったですね。一口サイズにすると4玉くらいできて見た目よりボリュームもあったので、2人とかでシェアする用のメニューな気がしました。あ、このチーズボール。これもめっちゃ好きなやつでしたね。数量限定ってあったので、残ってるか少し不安でしたが、食べられて良かったです。名前の通りチーズがかなり伸びますし、生地もちょっと甘くておすすめでした。そしてこれが同じく数量限定メニューの韓国デザートクワベキというねじり揚げドーナツで、外がほんのりサクッと、中がもちっとした食感。個人的な印象は、クワベキには申し訳ないけど、チュロスになりきれなかった何かみたいな存在でしたね。上にホイップとカラースプレーでちょっと可愛らしい見た目をしていました。あとこれは韓国フェアじゃないんですけど、キングスロッピーというソフトクリームの上にパイの実が乗った期間限定デザートもいただきました。これでなんとか韓国フェア全メニューいただいて、時間もお腹も少し余裕があったので、通常メニューで残り時間を満喫していきます。とりあえず久々だったので、4大名物とか食べたメニューとか適当に注文していきました。というわけで、今更ながらの韓国フェアだったわけで、今は北海道を食らうというフェアですね。こちらは11月の24日からスタートしているとのことでした。多分北海道フェアも行ったことがなくて、メニュー見てみたら、ジンギスカンとか、モッツァレラチーズかけ放題のポテトチュロとか、あと一口コロッケとか気になるメニューがあって、行きたいなーって思ったんですけど、僕ね、カニがダメなんですよ。で、今回その北海道フェアが、ベニズワイってカニを使ったメニューが、コールスローとクリームグラタンと、あと石焼きカニ飯であって、行きたかったけどちょっと厳しいなーってなったんですよね。なので北海道フェアは気になっている方はすでに挙げられている他の方の動画でレポとか見てみるといいと思います。にしても改めて見返してみると意外と焼肉食べ放題の動画ってこれまでで多分初かもですね。焼肉というくくりならプレミアムカルビさんに2月に行ってましたけど、あれは結局肉の食べ放題じゃなく平日限定のスイーツビュッフェがついたランチセットでとりあえずジェラートを制覇しようって感じでしたからね。多分見ている方も僕がお肉食べてるのはとても新鮮なんじゃないかなとは思います。基本的に魚より肉の方が好きなんですけど、どうしても焼肉か寿司かってなったら寿司に行くことの方が圧倒的に多いんですよね。なぜか。なので焼肉キングさんもなんだかんだ3年ぶりになりましたが、来年は2、3回くらい訪れたいと思います。とりあえず今回は無難にキングコース、というか韓国フェアを楽しみに来たからプレミアムにする必要がなかったんですけど、そういったフェアじゃなく純粋に肉を楽しみたい時にプレミアムコースを楽しんでみたいですね。ということで最後はすき焼きとかおさつポテトなどいただいて満足するまで食べました。次回はあの人気の食べ放題がガラッとメニューが変わり、気になって行ってきたのでぜひ楽しみにしていてください。ではごちそうさまでした。バイバイ。